うどむさん、お弁当ありがとうございます。ケンツーさん、かわいいギフトありがとうございます。アキヤンさん、クマの お団子じゃないわ、おにぎりありがとうございます。服部さん、生きがいありがとうございます。こんばんは。ひとしさん、おにぎりありがとうございます。るかさん、ありがとうございます。ツインテール、そう、ツインテールなのです。お腹がいっぱいすぎる。なんか満腹の状態でさ寝たらさ、起きた時さ、なんかこれも起きた時にもう超満腹感があって、苦しいよね。でもあんまり共感してくれる人おらんのよね、これ周りにも言ったのに。満腹の状態で寝たら起きた時に本当に満腹感が増してて、もう何も食べれないみたいな苦しい状態になってる。ウィス買いました。1冊目ふくらさんだったので、2冊目かべしまちゃんだったので、かべしまちゃんの上買ったらゆきりか、そうだね、順番的に私の次が壁島ちゃんだから。むずいよね。気持ちわかる。満腹で寝ることない？そうなの。アヒル流行っとんかな、あれ。わからん。可愛かったけん買った。昼ご飯食べた後に寝ないってこと？ね、満腹で寝たら起きた時に嫌な気持ち。今日は帰ってきてから寝たんですよ。だから昼ご飯とか食べてお腹いっぱいの状態で寝たら、今めちゃくちゃ重いお腹、夜ご飯食べてないのに。食べた後1時間以上は空けないと。1時間は空けたんやけどな、なんでだろう。ちょうど1時間半ぐらいか。満腹直後に寝て起きたら空腹になってる。嘘。もう今は満腹が増してて、もう超トーンみたいな感じです。寝足りた寝足りた。食べ過ぎたかな。寺明さん、おにぎりありがとうございます。3時間かかる？でも昼ご飯食べて3時間かかった。3時間は経った。お花見のパンとジュースは経ってないな。それかジュースか。確かにスタバ飲んだ後寝たら気持ち悪いもんね。こんばんは。ご無沙汰してます。何してんだ。満腹で気づいたら寝てて、今は起きましたが満腹。あ、一緒。なんか満腹すぎるくない？満腹で寝て起きたら苦しい。
今何も食べれない。だから満腹で寝たら後悔する。うん、パンは。ハートのポーズください。いい、そのままっていうか、もうさらに満腹感増した。天津丼美味しいでしょ、食べたい今。明日金曜、せやね、せやね。明日からツアーのレッスン始まるや。曜日感覚あんまりないけど、でも今週はちゃんと土日が休みな気する。まだ分からんけどね、確定ではないけど。頑張ってーって、ね、でも朝遅いから救いですわ。逆に夜遅いけどな。まあ夜行性なんで夜遅いのはかも。朝遅いだけでありがたいの。天津飯は9時までなんだ、早いね。ワンちゃんめっちゃ空いてないかなと思ったけど9時までだった。こんばんは。え、サンモールじゃない方です。サンモールの方は8時だと思う。え、6時か。サンモール結構空いてる。あの、あっちの方、パルコの方いたけど9時だった。結構空いてそうなのにね、あそこ。結構夜も空いてるお店。ハンバーグはあんまり食べてないかな。最近も食べてない。エリスさん、ピカピカありがとうございます。ゆきりかの話を聞いてたらお腹いっぱいになりました。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ツインテール、そう、お花見用にツインテール。もうボロボロだけどね。今日はね、朝からレッスンして撮影行って寝ました帰ってきて寝ました。こんばんは。そう、レッスンが先やったんよ。やけむくみ取れたかも。朝からレッスンだった。アーシャツインテール、え、これがいいけどね、普通に。ダメだ、
こんばんは。アカウント消えた？ああ、なんで？アーシャツインテールはダメです。ダメよ。もうアーシャ終わったから爆食できるわ。爆食タイム。アーシャね、まだだけどね。 STU は5月とか。アバター吉田先輩にしてなかった？え、なってたよ。あ、違うわ。北沢。あ、いろんな人のがあるんだね、それって。こんばんは。体力つけよう。どんどん食べよう。STU メンバーの名字好きですか？宗行です。宗行しか勝たん。ですよね。ですよ。配信終わって食べる？え、お腹すくかな。今はでもね、寝起きなので満腹って感じです。パンもあるんだけどね。なんかこのパンのさ、いい食べ方ってある？バゲット。なっちゃんと半分したんですよ。買ったんですけど。超カッチカチ。シチューとかにつけるんかな？焼くんかな？痛い。海賊のチキン食べてるみたい。ワイルド。絶対違うよね。焼いたらいいかな。なんかシチューにつけて食べたら美味しそうよね。そのまま食べる？マジ？あんな感じで？へえ。歯鍛えられるね。フランスパン、なんかバケットって書いてた。かぶりつくんだ、これに。超カチカチ、すごっ。パンの粉落としちゃった。ハム挟んで食べる。なるほどね。釘打てるよマジで。ほらすごいよね。まあ食べれるって食べれるけど。味する。まあする。パンシチューがいいよね。シチュー用意しないと。パン事情でした。
どこのパン、これはね通りすがりに見つけたパン屋さんなんだよね。名前も知らずに歩いてたら見つけて入った。食べた方が歯折らない。でも硬くてちぎれるのよね。歯の方が丈夫。おいもちゃん可愛いギフトありがとうございます。びっくりした。ひよこじゃないわ。アヒル？アヒル。そう、冬のアヒル。ピヨって言ってます。これピヨ。ピヨ。シャボン玉したいところだけど、ちょっと部屋の中なんでやめときます。ピヨって言ってますよ。ピヨピヨピヨ。メイスさん、おにぎりありがとうございます。電池じゃないですこれ、あの振ったら動くんです。中に音が鳴るやつが入ってて、振ったら鳴る。ピヨ。お花見グッズです。お花見のためだけの。こんばんは。どこでゲットした？これはダイソーですよ。ダイソー、ダイソー。冷えたあったかいお茶飲もう。買おう。マジシャボン玉だよ。でも使う？ピクニックだからさ使ったけどさ、ピコリ。そう、冷えたあったかいお茶、ほらあったかいやつ。寒くて今日買った。寒い。冷えたあったかいお茶。あ、今日寒かったよね。そう、お花見二人でシャボン玉したよ。ピーピーって、あれ振るやつなんですよ。OKP さん、パンありがとうございます。パン。今洗濯してるんだよね。下も洗濯の音聞こえるか。来週ぐらいから暑い？本当？そろそろ半袖着たいよね。
超えるね、洗濯の。そろそろスカート履きたい？勝手に履け。パン、ありがとうございます。そう、桜ね、もうそろそろ散りそうだよね。早い。まあ結構持ったか、1週間ちょい。一瞬ですわ、桜の季節は。イルミネーションは長いのに。4月、こんばんは。冬期間長いのに春期間短い。おにぎりありがとうございます。たかのんさん、せやね。急にゲーム始めるっていう。春のおすすめコーデ。男性の服マジでな、何があるんやろ。ピンクのネクタイだからもう春終わるよ。春終わるよ。ゲーム、私160万までいったんですよ。すごくない？昨日15万ぐらい伸びた。20、15、20。この日ヒーローっていうかな、を強くしてた。結構伸びた。200いけるかものライン。コード。素晴らしいでしょ。そうなの。夜ポチポチした。昨日やっけ。昨日したんかい。ポチポチ。VR240411。 どこに入れるのそれ。あ、そう、本部レベルが上がったけんか、一気に上がったんよ。どこにコード入れたらいいんだ。コード入れるところが分かんない。そうやね、本部レベル資源集めに行っとこうと。時間もったいないから。何もしてない時間が何もしてない時間、ゲームがね。プロフィールから設定パック交換。プロフィールから設定パック、これか。何やったっけ。 VR240411。大文字関係ないか。 VR240411。 お、引き換えれた。すごい、10分100個もらえた。10分やった方がいいよ、みんなも。 VR240411、もう覚えた。見なくても覚えた。240411 240411。10分の短縮を100個もらえたからめっちゃええで。
今日の日付411。へえ。めっちゃいいね。ね、プロフィールからパック引き換えから VR240411。確かに240411か、日付と考えるならイントネーション240じゃなくて240411。おにぎりありがとうございます。今日は二重幅をちょっと広げてるんですけど、いい感じ、左右対称。すまなー、目を大きく見せるために左右対称です。いい感、いい感じ。爪はこれはね、てかアーシャもなんかネイル OK だったみたいで、なんかでも最初に言われた時はビジュアル撮影の時は外してくださいって言われてたから私外したんですよ。だから昨日焦ってできるのってなってローソンで買ったロム&ノーネイル、それからピンクにはしなかった。でもアーシャって手入らんけんね。まあ別に何色でもいい。ローソンとかに売ってるんですよ。ピンク黄色緑しかなかったから、緑が一番青に近いかなと思って緑買いました。昨日の夜コンビニで買った、急遽。桜カラーですよ、ピンクと緑で桜です。ピンクと緑桜カラーです。今桜緑の方が多いし散ってきて、なので桜カラーです。葉桜カラー、こんばんは。川崎桜さんのサイリウムカラーですねって。オタクで撮りやん。あ、洗濯できた、干して誰か。こんばんは。了解しました。洗濯干すのって一番大変だよね。なんか家事の中で一番大変、本当に。喜んで洗濯干すの冷たいし量多いし、前なんかこまめに少量ずつやるか一気にドーンってやるか派じゃ分かれるじゃん。一気にドーン派だからさ、量が多いんだよね。多めを多めで回すから、毎日少量でやる派じゃなくてこまめにドーンの貯めてドーンの人なんで、ね、一気にドーン、一気にドーン派なので多いんですわ。ドーン派、まあそうだよね。丁寧な暮らししてる人は
頻繁にやるよね。でも少量で回さなくてもさ、そう、服足りるならさ、服足りるまでさ貯めといて回したんでいいじゃんって思うんだよね。ね、だから私も貯めて回すわ。夏休みの宿題はでも結構こまめにやる派かも。焦ったことはあんまない。最初にバーって思いっきりやって、夏休み遊ぶためにバーってやって、最初にでも最後にたまる。最初と最後にやる派。最初にバーってやって中間何もやらずに最後もやるって感じ。最初にバーってドリルとか進めて、そのややこしいやつだけ最後に残る。自由研究、そう、自由研究は最後に焦るやつ。なんかでも一人一個自由研究してこいってさ、結構すごいことなんかね、簡単に言ってきてるけどさ、難しいじゃん自由研究って。よくあれ毎年出してたよね、一人一個自由研究してこいって結構難しい普通に。自由研究ってむずいもんな。夏休みの宿題を遡るの、夏休みの宿題の記憶を遡るのが難しい。もうおじいちゃんだね、それは。まだおじいちゃんじゃないです。はい、入ってきた。でも私よりさ、なんかたくさん生きてる人はさ、いろんなこと経験してるわけじゃん人生で。なんか人の人生知りたいなんかいろいろ起きてきたこととか。まだ23年ちょっと薄っぺらい。だから50年ぐらい生きてる方々に人生を聞きたい。コート、クリーニング、そんなでも立派なコートは持ってないから、クリーニングに出すほどの。普通に洗濯とか。お話くらいで話しますね、みんながどんな感じで生きてきたのかちょっと気になる。人の人生。弁蔵さん、おにぎりありがとうございます。語りましょうかってね、気になるよね。人の人生を聞く回。まだ私のはでもあんま薄っぺらい。ママのお腹にいた時から。個人情報、あなたも薄っぺらいでしょ、若いんだから。ほぼ変わんない。23歳とか学校上がって社会人まだすぐですって感じやん。なんもないね。人生報告。自分とか高校の次 STU だから、私の人生もほぼの4年ぐらいが STU だから、私の人生の4年をみんな知ってるってことじゃん。不幸話好きですかって、質問が悪いな。好きですって言いづらいじゃん。人の不幸話大好きですとか言わないじゃん。手紙にした方がいいや、長くなりそうね。でも
まあ不幸なこともあるじゃん、いろいろうまくいかないこと、いいことばっかじゃないからね。私もなんか良くないこともありますし。お、 S 級があるけどこんなん買えない。一重百千万4万円こんなん買えなくない。 A でいいな、 S じゃなくて。4万6万やっけ、足りないよそんな。あと6日ですね、ゲーム。4万は無理だから A を探そう。 A、 こんばんは。8000ですらたまらんから。えいこさん、でも私が愛媛帰ってなさすぎて、今日珍しく A 子さんの方から次いつ帰るんって連絡が来て、いつも愛媛で遊んでる友達ね、 A 子、名前を伏せて A 子って呼んでるんですけど、いつ帰ってくるん、珍しい、あっちから来るの。私が帰れなすぎていつ帰ってくるんって来て、そうなんよねって。もう8000のこれすら買えないから、 A 出てきたのにこれもこれすら買えないじゃん。11.19 ね、 A 子さんが私に会いたがってた、珍しい。160円のこれ買おうかなとか言って、 11.19 ってどんぐらい、1K が1000だから1万1000か。もう早く、私はもうチャプター27から抜け出したいのに、あと3人足らないわけ。160円、確かに悩ましいな。だってこれ毎回メンバーがさ、こんな課金するもんじゃないじゃん絶対。メンバーがやるんかいみたいな課金、ゲームコラボするたびに私課金してるからさ、沼だよね。なんでメンバーがめっちゃやってんねんみたいな。いいかもですわ、本当に。絶対メンバーはしなくていいじゃん。いや我慢しようかな、頑張って貯めようか。そうやな、買わないとりあえず抑えるわ、鍵かけとこ。ね、鍵かけとく。でも今2人いるんだよ、 S と A。 一気に2稼げるけど S は高すぎるから S は買わないとして、 A、いいかも。課金しちゃうけど今日はしないぞ、釣られないぞ。ふむふむ、何これ、時間帯をお選びください。4月、気にしてますね。
しちゃうよね。適当ね、私も適当にしたよ。結構課金してしまいました。でもさ、特典あるじゃん、なんかサイン入り T シャツとかまだなんかもらえるじゃん、上位だったら。私と特にまあしなくてもしても焼肉はもらえる。焼肉しかないでも。焼肉、お腹鳴りそうになってきた。焼肉っていう言葉を発したら。焼肉、8億いけると思いますかって。え、でもあと6日あるけん案外いけると思います。だってもう 5. 点何歩でしょ。で最後に持ってるアイテムとか全部使うじゃん、最終日に。もう最終日だからでごわってなって、いけるんじゃない。今 5.5 億よ、ほぼ6やん。今日の昼で 5.5 だから多分今 5.7 とか8じゃん、スムーズにいってたら。だからいけるやろ、いけるやろ。これね、こんばんは。いや、アイテムは全然使っていいけど、最終日にもうさ全部使うじゃん、持ってても意味ないから、次の日まから。だからちょっと上がる。なんか訓練8時間スピードアップが50個ぐらいあるんですよ。私なんでこんなに。でも8時間アップってあんまり使わんやん、こういう9時間のところで。これを50回せんといかん、8時間使用。そう、まあちょっと無駄になるけど、8時間ってあんまないんやな。なんか知らぬ間に溜まってた。だけこの 6時間のやつとかに使って1時間ぐらい無駄になるけど、まあ最終日ならそれでもいいやって。でもとりあえずちょっと無駄になるけど、最終日にバーって使う。はじめまして、こんばんは。睡眠、睡眠削るほどやることはなくない？途中でなくなる。1時間ぐらいやってたらもうやることなくなる。寝る前に1時間半くらい、1時間ぐらいやってるだけ私は。ね、そう、資源が尽きたりやること尽きるから、まあ1時間ぐらいポチポチしてた。
え、ドゥムの方が楽じゃない？でもドゥム、ドゥム分かりやすい。ドゥム、ドゥムは分かりやすいんです。わ、資源が足りない、資源が足りません。こんばんは。厚めにいっとこ、バフ使って 50% 上昇。こんばんは。でも 50% 速くなるのはありがたいわ。ドゥムよりもいい条件。 50% も、なんか石が足りんくて、石を集めすぎて石が 3.4M までいった。石足りんと思ってたら次肉とかが足りんくなった。なんだって、ね、そう、石めっちゃ集めたんよ。いっぱい拾いに行って、そう、占いとかも全部石にしてもらえるやつ、もらえるやつは全部石にしてたら石めっちゃ溜まった。ね、すごい、この配信中に2万上がったよ。162、すごいでしょ。ポチポチ、石たまらん。もう一個本部レベル上げれたらな。今ノリと目があった。え、占いもらえるよ。ま、絶対もらった方がいいよ。占い押して適当に骨選んでもらえる。で、ある程度骨を押してたら右にもう省略できるように欲しいやつを押して、そう、線で占うってしたらもらえる。しかもコインは毎回更新される件使った方がいいですよ。6000とかコインは定期的に復活する件使い切った方がいい。占い、骨を押してもらうか、もう骨終わってたらここにあるから欲しいやつタップしてこれでみたいな感じでもらえる。骨タップしてたらもらえる。そう、ノリ忘れてた。あ、乾燥してないかな。一番使う資源石かな。海苔を食べよう。もうね、ソーセージは食べ終わったんよ。あのクマちゃんおにぎりのソーセージは食べ終わった。海苔、おいしい。海苔おいしい。ちょっとパリパリ感少ないかもね。パリって感じがするよね。ノリノリ。あ、でもパリッてしてるか。おにぎりありがとうございます。先日の見た、先日のノリ
早く食べんとしっけるけんね、この海苔のパックの海苔。おいしい。顔に桜つけてないよ。私の引っ張った後。そう、ネイルグリーンなんですよ。急遽。わ、ご飯欲しくなる？いや、それはそう。でもないもん。もう全部食べようかな。海苔って一日に何枚までいいんかな。いや、ご飯はないので食べません。呼んだ？ご飯をしてます。全部は食べてん。全部。でもあとこれだけ。じゃあこれは置いとこうか。これは明日にしよう。6枚入り。1回に2ずつ食べてるわ。のり。また買えばいい？ね、しけるのがあれなんですよ。怖いから。食べとこうって。味付き。ね、ほぼゼロカロリー。塩分。海苔を食べる配信。パンならあるんやけどね。ご飯はないけど、パンならあるんだけど。薄いどん。ライスさん、おにぎりありがとうございます。コードネームは女子大さん、ありがとうございます。女子大じゃないわ、女学生。こんばんは。パン食べない。食べません。そう、あったかかった冷たいお茶。パン、ありがとうございます。ピーマンの肉詰め美味しそう。
作ったの？食べに行ったの？作らんか。ピーマンの肉詰めってあんま外食で聞かんやん。やけんどこ行ったんやと思って。作った？本当に？ピーマン。こんばんは。ね、ピーマンの肉詰めは効かんよね。いや。ピーマン苦手？へえ、意外。ピーマン苦手な大人珍しくない？なんか大人ってピーマン好きじゃん。特になんか結構こうね、年を取ってる方。苦味マジ？苦いの好きそうだけどね。偏見。ピーマン私好きです。リップがついてた。好きそうだよね、苦いの。ピーマンの肉詰め美味しいやん。私のお父さん好きよ多分。ハンバーグは好きじゃないけどピーマンの肉詰めにしたら食べるっていうね、謎の。こんばんは。夏感じる？バーベキューしたーい。去年バーベキューしたもんな、胸焼き家。今年も。はじめまして、はじめまして。ピーマンダメ？え？美味しいよ、ピーマン。誕生日前だっけ？そうだっけ？夏じゃなかったっけあれ。ん？そうだっけ。夏休みとかじゃないかな。ね、夏休みだった気する。弟がいたから。こんばんは。誕生日頃は2年前じゃない？それ去年も違う気する。去年は夏休み、いい肉、ショールームでもらったいい肉を使ってバーベキューした。肉も買ったけど、それも含めて。バーベキュー楽しいよね。後片付けめっちゃ大変なんだけど。お
にぎりありがとうございます。野菜で一番好きなものは何ですか。一番ってむずいよね。でももやしとか好きよ。もやし、豆系も好きだけど、豆好きだな。コーンも好きだし、ピーマンも好きなんですよね。あ、逆に白菜とかは好きじゃないかも。あ、人参も微妙だな。嫌いじゃないんだけどね、そんなに好きではない。食べるけど一番、豆入れていい。豆抜きだったらもやしとか。もやし美味しいじゃん。ハンバーグの横についてくるもやしとかめっちゃ美味しいじゃん。春夢さん、おにぎりありがとうございます。おいしい。ラーメンのもやしもおいしい。おいしいおいしい。ネギも好きだけどね。ナムルも好きだよ。あ、じゃがいもとかも好き。大根は微妙いね。微妙いのは大根と人参、白菜、キャベツ、レタス。葉っぱ系もあんま好きじゃない。きゅうり忘れてた。きゅうりめっちゃ好き。きゅうり好きです。大根はそんな好まんな。食べれるし嫌いじゃないけど、嫌いじゃないんよ。なんか別にあの好んで食べんって感じで嫌いじゃない。嫌いではない。 Yes。もやしときゅうりで生きていけそう。痩せるよ。ガリガリになるよ。余計に骨になっちゃう。あ、ほうれん草は好きです。ほうれん草好き。食べたくなった。ゆうきさん、やっほー。ゆうきさんだよー。なんか今日時間経つのめっちゃゆっくりな気する。まだね、あ、なっちゃんの配信開いたのバレた。時間経つのゆっくりな気するね。あと1時間近くある。え、違うんですよ。なっちゃんにそう伝えたいことがあったから配信で様子伺いですよ。そうよね、様子伺えるっていう配信で。そう、今日一緒にいたんですよ。様子がない。そう、伺わないと。うん、なんかずっと返信来てないから様子伺った。LINE の機嫌いいかなと思って機嫌を確認する。機嫌悪かったらさ、なんか言えんけどさ、機嫌良かったら言えるじゃん。だから機嫌確認みたいな。
私はね、昨日とあるものをゲットしました。さて何でしょう。この振り2回目なんで。なんで話してくれないの。メンヘラ彼女です。なんでくれないの。遅い。未読無視。おちょこじゃないです。学んだでしょこの前。何買ったで、何ゲットしたでしょっていう答えを。何が出るかな。うさぎ。お、いい線いってるよ。模範解答も教えたでしょこの前。あんな感じで。うさぎちゃん模範解答忘れた。この前は100円で取ったウサギのガマ口です。今日ゲットしたものは、今日じゃない、これ昨日ゲットしたんやけどね、正確に言うと昨日の昼。390。まあ正解は200円で取ったウサギのは東海行ったよ。200円で取ったうさぎのヘアピンです。ヘアピンも欲しいって言ってたじゃん。ヘアピンも取ればよかったって。取れんかったって言ったんかいね。次の日に200円で取れた。そう、ちょっと値上がりしたけど、まあ安いです。サンキューマート広島ね、市内にないんですよ。だから行けない。そう、200円で取れたヘアピンです。うさぎ野菜みたいな感じで、うさぎ。イエイエイ。そう、公文、そう、何円で取れたウサギの何々。ウサギ。次はもうないよ。でも満足、もう取れたし。やばい、アバター作らんといけん。こんな感じで雪の妖精作りたいけど。お腹鳴った。カオカマ行くてびっくりしました。ありがとうございます。私かな私かな。パクリますかって。ダメダメ、ウサギだからパクリになるから。雪の妖精、雪の妖精っぽいね。雪の妖精作るのむずいな。絵心や。でもめいめい口はただのめいめい口やけんさ、パクリにはならんやん。なんか誰が書いてもこうなるやん、大体めいめい口って。パクリとかない。あ、雪だるまの妖精、めいめい口。ね、めいめい口。常識顔ですって。ありがとうございます。そんな
嬉しい。雪だるまは嫌やな。雪の妖精を作りたいんだけどな、むずいよな。雪だるまはもう見飽きたやん。なんか分かりやすいシンプルで目立つアバターが良くない？分かりやすい、もうなんならこのレベルの。あ、今日からサンリオ投票始まったね。今日サンリオショップ通りかかった、思った、行ったよサンリオショップ。新グッズとかも出てて、サンリオ、いや投票してない、買ってないけんね何も。え、可愛いに振りたい、もうこれぐらいのシンプルなやつがいいんですよね。わかりやすいやつ。まあ月曜もあれなんですよ、期限が短いよね。4日5日しかないやんみたいな、アバターの提出期限短い。1個結構ちゃんとしっかりしたやつがあるから、何円分買ったらできる？安くてもできた気する、ちょっと買えば500円とかでもできるんじゃない？マイメロなんだけど、マイメロ、こんばんは。誰に投票するの？逆にサンリオ、マイメロ、マイメロさんね、いつもでも5位とかなんですよね。ちょっとマイメロ人気高いけど投票する人少ないんかな、ガチ勢が少ないんかな。絶対マイメロめっちゃ人気なのに順位そんな、ハンギョドンとかポンポムとかに負けちゃって、前回の1位誰だろう。でもポチャッコとかも強いんですよ、ポチャッコ、ハンギョドン、ポムポム、シナモンね。なんか意外とポチャッコとかの人が強いんですよ、強い強歌がめっちゃ多い。マイメロは弱い人、私とかもだってあんま投票せんけんさ、こういうマイメロ好きだけど、そう、弱いオタクばかなんです弱いオタク、数は絶対多いと思うんだけどね、マイメロファン、マイメロ好き。投票まで行こうってならない、シナモン強い、そう弱い音が多いんですよ。あと若い子も多いんかな、あとピエン系とかね、ピエン系投票いかんじゃんマイメロ好きなピエン系多分投票いかない人多いんだろうな、マイメロ好きってなかなか大量に。マイメロが1位とかになったらいいけどね、なかなかね。え、無料のやつもあるはず、そう。ね、でも何年か前はマイメロとキティちゃんの1、2とかの感じだったんよ、昔。何年か前はマイメロ超強かったんですけど、おえー、充電しよう。確かにね、マイメロが発言してくれたらいけそう、マイメロが発言してくれたら1位取りたいんだけどって。
こんばんは。マイメロって可愛いよね。アニメのマイメロ一番可愛いよ。ね。1位取りたいんだけどって。無敵だわ。こんばんは。何したら目ですかって。え、他の子に投票したら目です。マイメロさん喋るよ。アニメのマイメロ一番可愛いよ。私はあの耳が立ってるマイメロと耳がさ下がってるマイメロあるじゃん。耳が立ってるマイメロ派なんですよ。まあ分かりやすく言えばこの壇上にいるじゃん、下がってるマイメロ、耳が。私は耳が立つの方が好きなんです。横より。アニメのマイメロは耳横じゃない、縦なんで。そういうこと。この5位の方のやつは横になってるけど。今日もお疲れ様でした。おつそういうことよ、そういうことよ。おにぎり3つがアクセントになってて可愛い。テロップ。ミキヤくんおにぎりありがとうございます。マイメロはウサギです。何に見える、逆に。マイメロディー。ウルムさんおすしかかたありがとうございます。ヤスルパンさんおにぎりありがとうございます。今日はあと40分もありますよ。長くない？なんでだろう、時間経つのゆっくり。めっちゃいつもそろそろ2時間ぐらいじゃない。大橋さんおにぎりありがとうございます。そろそろ2時間ぐらいじゃん、いつも10時だから。逆に早い時間にしすぎて夜がゆっくり感じるんかな。7時とかに配信したら一瞬間、そういうことかな。そういうことかもしれない。7時、9時、8時、9時とかにしたら一瞬。キツネさん、おにぎりありがとうございます。ね、なんか今日めっちゃゆっくりに感じる。まだ1時間半も経ってないんだよ。そんな感じしないよね。なんでだろう。もうそろ2時間の気分ですけどね。めっちゃゆっくり。寝てた。おはよう。
配信中に寝るなと言われてますよ。配信中に寝るな寝るな寝るな。ゲームでもしようかな。フラピー重くないよ。そう、おにぎり集め中。絵文字ないから怖い。確かに。かゆ、なんか膝がかゆいんだけど、さっきから。何事？よし。よし。噛まれたかな？ YD さん、おにぎりありがとうございます。膝がかゆいんだけど。5位の方の耳が立った。本当や、持ってたんかな。ね、もともと持ってたのか、新しく買ったのか。え、課金のやつやけど元から持ってたのか、私が言ったから今課金したか。そう、元から課金してて持ってるパターンか今なのかっていうことです。 YD さんありがとうございます。元から持ってて着替えたのか、今リアルタイムで買ったのか。確かにアバター、そう、いろいろあるんですよ。キャラものは買えるんです、アバターショップから。キャラもの売ってるんですよ。こんばんは。たっちゃん、おにぎりありがとうございます。カピバラさんとかもある。そうね、結構ね、アバター種類多いよ、課金アバターは。いろんな、ね、マイメロかわいいよな。マイメロアバター欲しいけど、私はアバターを使うタイミングがないからいらない。ふむふむ。おさびくのくだり、おさびくのくだりなかったですね。まるちゃん、そう、まるちゃん、野口さんだっけ。ふふふ、なかったよ。わーい。友蔵ね、友蔵いいや。え、野口さんのアバター売れるよ、誰かしてたよ。こんばんは。あのアヒルは、アヒルの下りはしたわ。アバター使うタイミングないね。もうそれがあるけん買わんでいいやん、アバター。それで無料アバターも豊富ですからね。キャラものの公式のキャラとかはね、
お金いるけど、公式のキャラ。おさびか買い出しのくだりは秘密です。わーいってコメント読むアイドルはゆきりかちゃんだけよって。確かに、いやコメントが少なかったから、間を持たせるために何でも拾う。いやゆきりかが新しく作るアバターは無料でもらえる。この公式のキャラはお金かかるんよ。公式のやつ、こんばんは。シナモンがある？なぜ？シナモン好きだった子いたっけ？推しに。シナモン。お腹鳴った。もうお腹鳴る。ポンポンプリン？なぜ？推しにさ、そのキャラ好きな子がいないと買わなくない？なかなか。お腹鳴りますわ。やっと空いてきた。満腹感が減ってきた。夜は食べてないからね、お腹空いてるのが正解なんですけど、中途半端な夜寝をしたので満腹だったんですけど、だいぶ満腹感なくなってきた。こじこじもあります。無駄遣いだね。ちいかわとか欲しいね。いつかアバター出そうじゃない？もうちょっと。ちいかわ、ちいかわあったらめっちゃ売れそう。爆売れ。映画は出そうだけどね。結構有名なキャラとかは出るかなって。出る。でも意外とドラえもんとかないのか。アンパンマンとか。アンパンマン、タンタンタタンタンタタン。もう門が終わるでしょ。次が出るとしたら、ユーロランド、ポンタとかあるやん。なんでポンタ。チーカはあるとしたら9種類ぐらいあるでしょ。3だけはないでしょ。栗まんじゅうとかモモンガとかラッコ、豆柴、懐かしい。豆柴、なんか誰も買ってなさそうなアバターにしたくなるよね。この動きながら伝えるバグとか、誰も使ってなさそうなやつ続け使いたくなる。鳥ちゃんとかの誰も買ってなさそうなポーズのやつとか。チェブラーシカも懐かしいな。チェブラーシカ、あ、やっぱドラえもんとかないの。鳥ちゃん、
あ、これあるのすごいな。グルーミー、グルーミーなんとかウサギ、昔流行ったやつ、なんとかウサギ。ね、誰も買ってなさそうなのにしたくなる。めっちゃお腹鳴るわ、ほんとに。ふくふく、どくんだけさん、食パンありがとうございます。はっとりさん、くまありがとうございます。くまくま、期間限定系、あの STU の2期のオーディション中のアバターとかあるよね。キャラものはなかった。なんでそれ持ってるの？子さんだ。じゃん。え、それじゃない。STU アバター、それじゃない。オーディション中の人間がいるやつ。人間の。持ってた。もうお腹なりなりだわ。まあたまたまね、私のルームで星投げてもらったって人も多いだろうね、捨て星とかで。あの時捨て星文化あったし。あ、それそれ、2期生オーディション。捨てたい、わかる。でも捨てれんのよね、いらん。まただから大事なやつだけ星マークつけとけば星マークのところから見えるよ。星マークを押したらお気に入りのところで見える。おすすめだけ、お気に入りできるのでわかりやすいです。そう、捨て干ししてたら増えるもん、マジで。私もめっちゃあるもん、そんなに捨て干ししないのに。湯切り顔し、湯切り顔し、懐かしい。自分のアバター持ってますよ。なんか自動で入る、何もしなくても。ちゃんとちゃんと、そう、あなたは今日で湯切り顔し。懐かしいやん。めっちゃやってた。もう一人しかいないわ。投げほっぺ。ツアーで湯切り顔しやってほしい。タイトル湯切り顔してないよね。湯切り顔、確かに。でもなんかの時やったよね、2期の時。みんなやったよね。
他のメンバーのなぎほっぺの部分、それはガイドの。イケちゃんとかもやってたじゃん、2期全員でやったよ。イケイケゴーゴー。ガイドは簡単ですよ。誰からやったっけ、それはもう順番は分からんの。書籍番号順だったかな。いけいけこうこうやった気する。いけちゃん、うん、何順やったんやろ。まあ何順でもいいや。みほがお餅、アンナが大好きピー、わりんこ確かに。あなたは今日で、だからそもそもニックネームが何、りんこ推しやっけ。よしりんだっけ、今日でよしりん推し。わむずっ、ワンとかじゃないもんな。ワンじゃないか。何だったんだろう。よしりん推し。うさぎのアバターあったって。ほんまやね。ワンやっけ結局。ヨシリン、スケリン、大好きリン、それだわ。え、ずっとそれのまんまやっけ。でもニックネーム変えて変えたんよね、多分。2期の時は1にしたよね、2期の周年は。2期、2周、3周年。確かに、最初はヨシリン、それだったわ。でもヨシリンやめたから、1-1にしたんですよ。で、弥生は、あ、聞いてくださいだ。すっきり、え、そんな感じじゃなかったっけ。これ思い出したの結構すごくない？なかなか。で、ももちゃんは、わ、ももちゃん、ね、聞いてください。思い出したん結構なかなかだ、素晴らしい。あなたは今日でももちゃん推し。ももちゃんか、むずいね。ももちゃん、ももが好きだっけ。そんな単純だったっけな。あ、ももが好きだわ。ももが好きだ。へえ、弥生が一番難しいじゃん。聞いてください、キャッチフレーズでもなんでもない。あと誰、もうそれで終わりか。私が一番簡単やん、忘れんくない。投げほっぺなんてもうこんなに定着したら。投げほっぺいただき。知らなくてもわかるね。投げほっぺでしょ。次会ったらリカちゃんにしよう。2期の周年とかでリカちゃん推し。リカちゃんって言ってもらうといかんもんな。ゆきりか推し言うてリカちゃんって言ってもらうむずい。投げほっぺ、
伸びほっぺ。投げほっぺぽい。本物の投げほっぺです。投げほっぺ痛そう。そうなんよね。なんか投げほっぺとか言いながら意外と張りがあるけん痛いんですよね。これ引っ張ったらたるんでないんですよ若いんで張りがあるので痛いんですね。意外と引っ張ったらたるんでたらピヨーンってなりそうやけどさ、しっかりまだ張りがあるのでそうきついんですね。意外とたるんでたらビヨーンって伸びそうやん。なんかそうピチピチなんで、ピチピチの23歳なので、まあ、23って若いからね。普通に肌綺麗そうなんです。とりえいいところです。ピチピチなのです。23歳10ヶ月、10ヶ月、いやーもうすぐ24歳。ドゥ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 、ハッピーバースデーとよ、ハッピーバースデーとよ。花ゆきさんハートありがとうございます。ハッピーバースデーディアレイカちゃん、まだだけどね。おめでとう。早い。リカちゃんです。リカちゃん、そう、落ち下がります。 Happy birthday to you、 おめでとう。どんな一年にしたい。今喋ったらもう寝たなくなるんで、24歳の時に喋りません。あるお方から手紙ができてます。誰やろ今年。ミキヤくんからですあれってさ、書きましょうかって、え、ファンの方一同とかじゃなくて個人的に、新しくない、誰みたいな。そう、生誕、一人ずつ。長いわ、座るよ、長いから。
月、ニコチあたりね、鼻だれかなと思ったけど鼻だれだね。まだ6月、意外と鼻だれ続く。その頃には変わってるっしょって思ってたけど、もうあと2ヶ月しかないし、鼻だれもう言うてすぐですよ、6月15日なんて。四国がいいけどな、選べんけんね。四国むずいね、だって6人しかいないもん。ギリギリすぎる、無理だわ普通にね。6人集めるのがむずい多分。そうやな、そうギリギリすぎて厳しいですよね、なかなか。花だれならまとめてできるもんね、なんか6月生まれの子。四国だとなっちゃん出れんよって。別に去年はいたんか、あれ去年いたっけ。なっちゃんって私の生誕出たことないんじゃない、普通に。去年のももちゃんがいたもん。なっちゃん出たことないよ多分、その前は四国だしね。ピャさんは離れてるけんね、誕生日。私当日土曜日だから当日やる可能性高いじゃん。でも15日にやったらさやかに誕生日来てないじゃん、まだ。だからむずいよね、私のを遅らせるか。でもせっかく土曜日だから公演入れるじゃん何かと、だったらそこでできるじゃん。だから私のだけかもしれないよね、昼普通ので夜は私のみたいな。さやかには別、土曜日やけんさ絶対公園入るじゃん。だって一緒にやるなら遅めってことよね。でも土曜日だよ、6月15日当日説あるよ、濃厚ですよ。でもさやかりんと一緒にするならさやかりの誕生日待たんといけんけんね。私のを15にやってさやかりん次の週とか、さやかりんチャートリとかでもいいじゃんね、鼻だれじゃなくてその次の週にチャートリとかありそう。生誕渋滞してる、マジ。でも5月生まれっておらんくない、なんか4月もそんなに。え、四国は無理だって、6人しかいないしね。マイキューさんとかなかなかそのまんから、そう4月5月生まれ少ないんですよ。だからそうです、だから5月ぐらいで意外と調節かかって6月は普通にできるっていうんです。毎月ね、毎月じゃない、毎年。意外と4月5月がいないからそこで調節かかって6月は普通にできるみたいな。意外と5月誰もいないね。こんばんは。あと7分ぐらい。
こんばんは。って、あと6分だぞ。何してるの？全然コメントないけど今日。怪しいこと。何怪しいこと。前のコメントが恋しくて、それか。今日時間が経つの遅いの、そういうことか。それが足りなかったんだ。時間経つの遅いと思ったら、あなたの面白いコメントがなかったからだ。なるほどね、コメントの回転率かな。さあ2時間分の面白いコメントをどうぞ。まあ配信は聞いてたっぽいね。時間経つの遅いって言ってるの知ってるってことは。でもコメントはしてない。作業してる。なんか作業してるんか。そうやな。お仕事の残りでもしてるんかな。残業やばい。洗濯干さなきゃ、忘れそう。お腹鳴る。切れ味微妙ね。仕事中かもしれん。こんばんは。ね、でも盛り上がり数も低いわ今日。だから多分盛り上がってないんだね。ショールームは木曜日だもんね。木曜日って一番しんどいよね。金曜はなんかもうパワー出るじゃん。次の日休みだーって。コメントは少なかったんかな。お疲れ様です。そうなった。明日休み。How are you today? Hi. I'm つらたん。絶対通じん。ピアン。スリーピー。スリーピーハングリーです、私は。ハングリーピーポーです。梅干しがあるわ冷蔵庫に。スロタン絶対伝わらんけん。何それ、検索しても出てこんやろ。よし、あと2分ぐらいですね。そしたら団長読みます。13位おいもちゃん、12位ライスさん、11位ケンツーさん、10位キチネさん、9位大橋さん、8位理化学研究所さん、7位 OKB さん、6位ルカさん、5位アキアンさん、4位ミキヤくん、3位ヤスルパンさん、2位
服部さん1位うどむさんありがとうございました。猫さんおにぎりありがとうございます。おむすびコロリ、あと1分ぐらいですね。ってことでおやすみなさい。おやすみおやすみ。爪は桜カラーです。葉桜緑になった桜です。桜カラー、桜の今の桜の状況です。緑混じりグリーン。ありがとうございます。パン、おにぎり一個ずつ投げるな。ってことでおやすみ、おやすみなさーい。おやすみ。Sunny.